吉野さん、ガッシーさんなんですけども大阪の大学に行ってらっしゃるそうなんですよいや、過去ね過去行ってらっしゃったそうなんですけどもまあ、その中で既に事業を起こしてまあ、23億集めてたらしいんですよでその中で多くのお客さんが言われたのはなんかとてつもないコミュニケーション能力らしいんですよまあ何かねすごくうー仲良くなりたいって思わせるようなそんな巻き込み力があってですねでものすごく口が硬いということですよねまあ、だから信用される。 信頼していただけるっていう感じですか、うん、だから手駒にガーシーを置いときたいよねとポロッと喋っちゃうようなことでも喋らないしそれだけにものすごく味方にすると頼もしくて敵にすると恐ろしいみたいなところがあったんじゃないかなとその気質っていうのはそれからね、うん、繰り返し繰り返し発揮されるんですけどもまあねガーシーが暴露するって言ったらそれはもうねものすごいインパクトですよね。 特にガーシーをよく知ってる人にしてみればそしてその暴露をやめるって言った時のまあ信頼っていうのはああよかったっていうのと同時にもうあいつのことあんまりつっつかんとこうみたいなね、うん、いわゆる無言の取引がそこで行われていたんじゃないかなと、まあ、ガーシーのね権利を認めるしかないなっていうところですわと思いますただ今回ね三木谷さんが楽天の三木谷さんがなんとねコカインを取引していたというね その証拠が暴露されて今雑誌に出てるんですよね。これはどうするんだろうと。<laughs> 三木谷さん、今回は完全に終わりでしょう。さすがにコカインよね。ローランドさんかなんかと一緒に手引きしたらしいんですけども、これはどうもみ,、うん、もみ消すんでしょうかね。見ものだと思います。うんうん、まあ、それとも根も葉もない、根も葉もないような単なる名誉毀損なんでしょうかね。うん、まあ、でも本当私たちはね。 見ているのか、見せられているのか、わかんないですね。うん、どうなってるんでしょうか。いってらっしゃい。